水の痩せるアレンジメニュー冬バージョンをお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、もう冬にぴったりの痩せるアレンジレシピで美味しく飲みながら綺麗に痩せていくことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今から3つの流れでお話ししていきます。1つ目、基本のアイドル水の痩せる効果と作り方。そして2つ目、冬におすすめのアレンジバージョンですね。このお茶を使うとなぜ痩せるのか。そして最後3つ目はそのおすすめの冬バージョンのお茶を使った簡単レシピをご紹介してまいります。では1つ目早速入ってまいりましょうね。まずよくあるアイドル水のレシピというのはこちらです。天然水 500ml、 そして緑茶を1パックですね。そしてレモン果汁が大さじ1、蜂蜜大さじ2分の1となっております。でよくあるですねレシピはここの蜂蜜が白砂糖になっていることが多いんですけれども、私は微腸活専門家の観点から白砂糖はあなたにお勧めしておりません。なぜかというと、この白砂糖はですね、あなたの腸内にいるその悪玉菌、まあ、デブ菌と言われるものがもう大好物の餌となってしまって、デブ菌がね増えてしまうんですよね。で結果太る体質になってしまうからなんです。そこで私は白砂糖の代わりにこの蜂蜜を使うことで腸内環境を整える、オリゴ糖が豊富に入っている蜂蜜をおすすめしているんですね。でまたこのレモンの効果で中性脂肪の吸収を抑えてくれたりですとか、そしてこの蜂蜜があなたの脂肪の燃焼を促してくれる効果もプラスアルファあるということで、私はベースのアイドル水のレシピはこの材料でおすすめしているんですね。それではここから冬におすすめのアイドル水のアレンジバージョンですね、こちらのおすすめのお茶をご紹介していきたいと思います。今回私が見つけたこのお茶はですね、こちらです。無印良品さんで見つけました生姜ほうじ茶のお茶葉を使っていきます。でこちらですね、ほうじ茶も生姜も痩せる効果が大きいんですね。例えばこのベースの緑茶を使ったアイドル水の代わりにこのほうじ茶を使っていくんですけども、このほうじ茶というのはもともと緑茶の茶葉を使っていて、この緑茶の茶葉をですね強火でいったものになるんです。いったことで、すごく香ばしい香りでも癒し効果があるですね。とてもいい香りになって飲みやすいですし、また強火でいったことで緑茶に比べてカフェインをですね減らすことができるんですね。やはりカフェインの摂りすぎはダイエットには大敵ですから、そういった点でもこの緑茶の代わりにほうじ茶を使うことでさらにダイエット効果が上がりますよということ。そしてほうじ茶はですね、熱に強いビタミン C が豊富なことと血行を促進してくれることで代謝が上がって、ますますダイエット効果がアップすることになるんですね。でまたここにプラス生姜が入っていることで、もうとにかく脂肪燃焼効果がアップしますし、体が温まって体温が上がることで、体温が上がるだけでですね代謝って上がることができるんですよね。なのでこのほうじ茶と生姜がもうこれがセットになっている、この無印良品さんの生姜ほうじ茶を今回おすすめしておる、おります。そしてこれお値段なんですけれども、あとレシートで確認しますね。生姜ほうじ茶はこちら1パックで10袋ですね、10入っております。で390円でした。そして作り方なんですけれども、お湯の適度が約1パックで 140ml ですので、もう即席で作っていいと思うんですね。こう多く大量に作るというよりは、あなたが普段使っているそのマグカップに熱湯を注いでいただいて、このティーパックを1つ入れて、そして蓋をしてですね約2分間蒸らすことで、さらにお茶がですね香り高いお茶が楽しめますよということです。で出してしまった後はいつまでもそのお茶っ葉入れずにきちんと取り出してくださいね。そして、こちらがですね、この今お伝えした作り方にプラスこのレモン果汁と蜂蜜のまあ適量なんですけれども、お好みで良いと思うんですが、何せその 140ml でも1カップ分なので、もうレモン果汁も本当に
2、3滴垂らす形で、蜂蜜もティースプーン1杯程度で、ね、十分だと思いますし、この2つは無理に入れなくてもいいと思うんですね。ここはお好みで、味がほうじ茶プラスレモンの味がちょっと苦手っていう方は無理に入れなくてもいいと思うんですよね。別の飲み物でレモンは取られてください。蜂蜜もしっかりです。そしてこちらですね、生姜ほうじ茶、そうですね、まあ、カフェインは決してゼロではないので、1日に 2、3 杯程度までに抑えていただくと飲みすぎなくていいと思いますので、ぜひアイドル水の、まあ、冬にぴったりのこのアレンジバージョンですね、ビタミン C が豊富、そして生姜が入って温まるというこのお茶を使って、このベースのアイドル水ではなくて、このアレンジメニューをですね、上手に日頃から取り入れていただければと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが継続的にリバウンドすることなく健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。そしてこういった私のお話に対してご質問おありな方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからご登録後、直接お話ししてくださっておりますので、あなたもぜひお話ししてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。